皆さんこんばんは、山本誠でいいっす。県民の皆さんにほっこりしていただく元気ニュースのお時間でいいっす。広島市にお住まいの木下さんちの猫ムムくんは3日もあることをするとメロメロになっちゃいます。たまに舌をしまい忘れるのがチャームポイント。ラグドールのヌヌくんはまだ生後6ヶ月の甘えん坊。元気に走り回って疲れると飼い主のもとに寄り添います。その時飼い主さんが日課のように行うあることがヌヌくんは大好きなんです。それがこちら。ソファーでくつろぐ飼い主さんの足の間にヌヌくん寝そべってブラッシングされています。その姿はされるがまま、うっとりとした表情でご満悦。たまに飼い主の手が止まると催促するように薄目を開けますが、またブラッシングが始まるとこの表情。この習慣がすっかりお気に入りのもうメロメロなヌヌくんなのでした。メロメロに甘えてますね。県民元気ニュースでは皆さんからの投稿動画を大募集しています。どしどしご応募ください。お待ちしています。あー疲れたー。よしひろくんブラッシングして。